全国のサッカーファンの皆さん、お待たせしました。本日は関東大学サッカーリーグの第一節、筑波大学対関東学院大学の一戦をハイライトでご紹介します。それでは筑波大学のスターティングイレブンです。フォーメーションは 4-4-2 の3ライン、ゴールキーパーはリーグ戦久しぶりの先発佐藤龍生、ディフェンスラインの右に池谷銀次郎、左には沖田空、センターバックコンビは今シーズンキャプテンの福井啓太と諏訪間晃生が務めます。ボランチは竹内と加藤のコンビ、右ワイドに隅、左ワイドに田村、2トップは内野幸太郎と半内マストです。以上の11人が開幕戦のピッチに立ちます。キャプテンの福井をはじめとする最上級生の4年生がスターティングイレブンに5人も名を連ねています。彼らがピッチ上でどのようにエナジーを見せてくれるのかが注目のポイントです。エンジンの輪が解かれました。関東大学サッカーリーグ開幕戦キックオフです。前半は画面右から左に攻める白のユニフォームが筑波大学、対して左から右に攻める緑のユニフォームが関東学院です。昨シーズンリーグ戦覇者の筑波大学と昨シーズン2部から自動昇格してきた関東学院、両者にとって緊張の開幕戦、どのような結末を迎えるのか注目の一戦です。まずは前半9分、相手センターバックの鋭いフィードに素早く反応した沖田、ボールを奪い切り田村につなぎます。ボールを受けた田村は小さくカットイン、パスを受けた隅、ワンタッチのワンツーが半台から返ってきますが、ここはコントロールできず、開始早々筑波大学がボールを奪ってからのカウンターで相手ゴールに迫ります。4年生がつないだ攻撃でビッグチャンスの予感を感じます。10番隅幸四郎は2025シーズンからのジュビロ磐田への加入が内定しました。前線からサイドバックまでこなす筑波のスピードスターに期待です。そして9番フォワード内野幸太郎はU23日本代表に選出されました。パリオリンピック出場権をかけ日の丸を背負って戦います。続いてのシーンは12分、その内野と隅で奪ったボールを拾った竹内が落ち着いて田村へ展開、田村はドリブルで運びます。引きつけて駆け上がった沖田へ、沖田から少し下げたところに竹内、田村が左のペナルティエリア深い位置を取りに来ます。田村の切り返しからクロス、ニアで潰れて内野、頼れるエースストライカーの得点で筑波大学が先制です。竹内と沖田が引き出して生まれた深い位置のスペースを田村が攻略し、最後は内野が決め切りました。このゴールパフォーマンスの通り、内野は日本代表でも心臓を捧げて戦います。アジアカップに臨む23歳以下日本代表は日本時間4月16日に中国、21日0時半から UAE、 22日22時から韓国とグループステージで戦います。筑波のエースストライカー内野幸太郎の応援をよろしくお願いいたします。勢いに乗る筑波は再び相手ゴールに迫ります。背後に抜けフィジカルの強さを見せた半台から加藤、加藤は中央の田村に刺します。十分に引きつけて内野、内野は一度広げる、インスイングのクロスに飛び込んできたのは隅、しかしこのヘディングはうまく当たらず、筑波大学は左サイドを起点に関東学院のゴールを脅かします。36分、関東学院もセットプレーから活路を見出します。一度は弾かれたボールを拾って再び攻撃、田村が処理をもたついたところドリブルで切り込みます。しかし田村が自らプレスバックで対応、優勢な試合展開でもピンチになりうるフリーキック、ここは集中を切らさず全員で対応し、高い守備意識で難を逃れます。
40分、相手の意表をついたフリーキックで始めますが、相手も対応します。攻撃から守備への切り替えでボールの即時奪回を目指す筑波は、相手コート内でボールを奪い返します。右サイドの隅から大外の沖田、こぼれ球に福井。セットプレーの流れで残っていた福井がこぼれ球に詰めますが、これは惜しくも枠の右へ。追加点の絶好機でしたが、福井も悔しいリアクションを見せます。しかし41分、右からのコーナーキック、短くつないでクロスに福井啓太。デザインされたショートコーナーからニアで福井が合わせました。先ほどのチャンスより難しいシュートでしたが、見事にゴールに沈めました。我らがキャプテンの追加点にピッチの選手はこの盛り上がりです。愛されるキャプテンが157人の部員に届けた今シーズン初ゴールで2対0です。そして終始筑波優勢のまま2対0で前半を折り返します。前半が終了いたしました。ハーフタイムに入り、ベンチのメンバーがスタメンの選手をねぎらいながらピッチでのアップを開始します。この試合のベンチには3年生の浦部俊が関東リーグ初のベンチ入りを果たしました。今シーズン浦部は副務も務めます。ピッチの内外から集球部を牽引してくれることを期待しましょう。それでは関東学院ボールで後半キックオフです。50分、後半もまずは筑波大学がチャンスを作ります。竹内のアウトスイングのボールに合わせたのはスワマ。筑波大学の鉄壁センターバックコンビで3対0と関東学院を引き離します。セットプレーはボールが8割と言いますが、竹内が素晴らしいボールを供給し、中央でマークが外れたところを確実に叩きました。父親がプロレスラースワマであるスワマ高生、父親譲りの体格からフィジカルを生かしたヘディングでゴールを奪いました。またスワマ高生は2026シーズンから横浜 F マリノスへの加入が内定しました。日々鍛錬を続けてきたスワマ高生、彼にとって今シーズンは大きく羽ばたく1年になるでしょう。56分、筑波はまたもセットプレーでチャンスを作ります。竹内のボールに池谷が合わせますが、相手が弾き出しコーナーキック、大外から合わせた池谷はこのリアクションです。日本大学選抜として韓国大学選抜を戦ったこの男、筑波のお祭り男が今年も筑波から熱を届けます。後半も優勢に試合を進める筑波大は58分、一度はボールを奪われますが、福井のいい予測から再び攻撃開始。ボールを回収し、沖田が前線を覗きます。背後を狙った隅へ、ワンタッチのクロスに内野が合わせますが、このヘディングはうまく当たらず、隅のスピードのある抜け出しと意表をついたアイデアでチャンスを創出します。63分、自陣でのポゼッションから相手ボールへ。竹内の縦パスは加藤につながらず、関東学院は縦に速い攻めを選択。ペナルティーエリアに侵入されますが、沖田の猛烈なプレスバックで事なきを得ます。高い位置を取っていた沖田ですが、素晴らしい危機察知能力でチームを救いました。2025シーズンから水戸ホーリーホックに加入が内定し、今シーズンすでにルヴァンカップにも出場した沖田空、
シーズン開幕前には鹿島アントラーズとの茨城サッカーフェスティバルにも先発出場しました。プロの世界でも確実に存在感を残しつつある筑波の攻撃的サイドバックは今シーズンどれほど相手サイドを駆け上がり切り裂いてくれるのか期待です。そして優位な展開を継続させたい筑波大は立て続けに交代カードを切ります。69分フォワードの内野に代わってヒロイランド、73分ミッドフィールダー竹内に代わって徳永亮、77分には隅に代わってフォワード小林俊英を投入します。戸田伊吹ヘッドコーチは3人の新2年生を投入し試合を決定づける4点目を狙いに行きます。そして87分交代で入った小林俊英が一気に裏へ、大きなストライドから少し腹を運んで右足を振り抜く。しかしこれは枠からそれます。191センチの長身を誇る大型フォワード小林俊英、交代で入った残り少ない時間でも存在感を見せます。そして後半90分筑波大学は最後の交代カードを切ります。ディフェンダー沖田に代わって5番鈴木遥、昨シーズンからトップチームに定着し着実に実力を示してきた鈴木遥が初めて関東リーグのピッチに立ちます。持ち前の高いサッカー IQ とポリバレントな能力を有したサイドバックに少しのプレータイムが与えられました。最後は筑波大学がボールを保持してここで試合終了の笛が鳴ります。今シーズンの行方を占う関東リーグ第1節は筑波大学は3対0で関東学院大学を下しました。危なげない試合運びでゴールキーパーとディフェンスラインを中心にほとんど相手に決定機を作らせることなく筑波大学は重要な初戦を勝ち取りました。普段とは異なる環境、さらに緊張を伴う関東リーグの初戦でしたが、チーム一丸となって連覇に向けての今シーズン初の白星をつけることができました。そして今節の結果を反映した順位表はご覧の通りになっています。第1節全ての試合で勝敗が分かれたため6チームが勝ち点3で並んでいます。その中で得失点差で上位につける筑波大学が1位での発進、一方敗れた関東学院は最下位からのスタートになってしまいました。最後に初戦を終えた選手たちが共に戦ってくれた部員のもとに挨拶へ向かいます。アウェーですけど、多くの部員と私一緒に共に戦いましょう。今日はありがとうございました。